はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、というか、まあ、シリーズになってるから、歯医者とか入るのが久しぶりなのかなって感じですけど、JR 西日本、JR 西日本、ターミナル駅、完全制覇のシリーズのね、中国編のところですよね、の放送をやっておって、仙崎駅からバスに乗り込むシーンで終わっていると、いうところですね。で、バスの中ね、さすがに撮れなかったんですけど、結構ね、バスのルートとか結構面白かったんでね、そのあたりもね、紹介しながらね、やっていけたらなと思います。それをね、まあ、前に天の橋当てでやったね、バーテル列艦散歩。あのね、要領で、実際にバスが走ったルートを、今からね、ずーっと見てきながらね、チェックしていって、それでね、ちょっと放送、実際に投稿したルートを行きながら、その思い出話なんかしながらね、やってきたらなと思います。よろしくお願いいたします。お。さ、ということでね、センターキッチンの前のね、バス停のところからですね、スタートしてみようと思います。ここにはね、路線バスの大きいのが止まってますけど、これ結構ね、いろんな路線がね、このバス停にやってくるらしくて、遠いやつだと、高速バスで大阪とかか、大阪京都だったかな、から、来れることもできるみたいです。博多の福岡もあったっけな、っていうような感じらしいですね。まあ、大阪からはあるらしいですよ。ということでございます。で、近場だと路線バスがね、いろいろと走っておって、この、ちょうど止まってるやつが、これ何バスなのかな？バス会社、書いてあるね。傍聴バスでいいのかな？傍富と長戸ですよね。っていうので、傍聴バスで会ってると思うんですけど、その傍聴バスが止まってますけど、今回、うちが乗ったのは、これよりもね、ちょっと、小さい、マイクロバスって呼ばれるようなタイプのやつですね。で、コミュニティバスってやつになるらしいです。ですから、多分この傍聴バスの、路線のやつだと、直接、これ何人になってるかちょっと読めないけど、前側読めるから。見えないな、ですけど、長戸市駅の方に行くやつだと、比較的、ここにちょうど地図がある。雑な言い方してますけど、あ、これはでも向こうの方ですよね。あ、今現在地で。ちょっとこれじゃちょっとわかりにくいですけど。ここら辺の路線バス、これ、まあ、簡単に言うと、駅の方に、駅前散歩で歩いてきたルート、ほぼあのルートの途中でね、脇道に入りましたけど、あれは外側のね、広い道の方に行ったら、大体バス路線のルートになってるんですけど、今回乗ったのはコミュニティバスで、こう、なんて言うのいいのかな、ぐにぐるぐるっと回ってるんですよ。ぐるぐるぐるっとちょっと市街地のね、いろんな施設の方も寄りながら行くっていうタイプ。で、寄ってから最後に駅に行くっていう。で、反対側の方だと、そのままストーンと同じ、路線バスと同じように行くっていう、コミュニティバスもあるみたいなんですけど、今回乗ったのは、市街地の方、こっから、ね、仙崎駅から、仙崎駅に寄って、で、そこから、こう、ぐるぐるぐるっと市内の、細かいところ、寄ってくっていう。で、最終的にその乗ったお客さんを、駅前に運んできましょうっていうような感じのルートになっていると、いうことだったんで、基本的な、一般的には他のバスで、早く着くやつで行った方がいいですよっていうようなね、おすすめもあったんですけど、まあ、せっかくだったらね、長野市内をね、それでちょうどバス観光ができるっていうような感じになったら、ちょうどいいなっていうことでね、それで、広場の人前も、しかも料金が一律だったり、すぐに着くよりも、実はぐるっと10分ぐらい多くかかるのかなんですけど、まあ、逆に言えばね、バスに乗ってて10分でね、市内ぐるっと回れるんでね、なるほど、こういう施設があってって言って、地元の人が使う施設のところをね、こうぐるっと回る形になってるんで、逆に長戸市のことは分かりやすかったです。すごく助かりました。むやみてっぽに自分でね、車に走るよりもね、地元の人のね、プロの運転で、
見て回れるんで、それはね、すごく楽だったなということでございます。っていうので、早速行きましょうというかね、進んでいかないとね、これ始まらないですからね。まあまあ距離がありますんでね、これで見ていくと思うと、まあまあかかると思うんで、あ、これなんか、ちょうどフェアがやってた時だったんですね。西日本キークフェスとかで、これ2019年、だいぶちょっと昔の映像ですけどね。とはいえ、まあ、施設自体は新しい施設なんで、そんなに変わってないですよね。うん。まあ、こんな感じですね。まあ、そっか、映像的には、皆さんは別に昨日見た映像だから、懐かしくも何ともないんですよね。うち的には今これ収録12月にやってるんですよ。うん。で、撮影行ったのが8月だったんで、お盆だったんでね、ちょっともう懐かしいなっていう、ちょっと気合もあります。で、あ、なんかバスと一緒に走ってるんだ。ちょうどこんな感じでね、バス路線が、まあ、ここから、曲がって入ってきます。まあ、うちもここは曲がっていってましたね。で、ここら辺にもポプラがあって、あ、ポプラがまだローソン仕様になってないのか、これ。あ、そうですね。あ、ポプラがまだ、ローソン仕様じゃない。ですか。ちょっと、こんな感じで。あ、ちなみに、普段の放送画面どんな感じでやってるかというと、サイドにね、こんな感じで、脇にモニターがあって、これでチェックしながらね、この OBS でソフト使ってます、うん。配信で使うソフトで、上のボタンを押すとライブ配信ができるんですけど、これで、同時にね、録画もできるっていうのは、これすごく便利なんですよね。録画しながら配信ができるのですごく便利で。で、しかもここのボタンでね、いろいろとスイッチしたら、画面が切り替わるじゃないですか、ね。こんな感じで、私だけの画面になってみたりとかね。うん。本これ何あ、下の、どこ映してんだ今。うん、わからんけど。サブカメラのやつにしてみたりとか。いろんなのが、できると。じゃあ、これちょっと今設定してないから映らないけど。まあ、いろんな設定がこんな感じでずらーっとできて、間でたまに昔、生放送で CM を挟み込みするときは、こんな感じですね。ナイナイ連盟参加者大募集。ところを生まれるかなと思います。こんな感じの交代ですね。すごい勢いですよね。こんな感じで演出して、まあ一番上には実は生放送のしばらく。あ、そうだ。ここはダメだ。喋ってても声が入らないんだったね。音声も、カフの上げ下げじゃなくてね、もう自動的に、この画面の時は音が切れますよっていう設定にしてあるんですよね。そうすると放送事故が減らせるんで、どうせ画面の時にね、音を鳴らすってことは基本ないんでって思ってたんですけど、今喋っとって、そうだ、ここ流れるんだってなりましたけどね。余計なことがまた増えていっている。あれ、ポップだのね、やつをね。まあ、こんな感じで、保存も。こんな感じで連番つけて保存しておいて、全部データ残してあってね、過去作のちょっと作り直しとかができた時にも一応全部対応できるような感じには実は作ってあります、うん。で、一応クラウドにバックアップもかけといてね、みたいなことはやってたりしますね。それじゃない。そうじゃないんだね。ここからね、先先の方ね、ずっと行かないと。で、その時は、ルート、しまった。ルートちゃんと確認してから始めたらよかったね。ちょっと確認します。あ、これですね。うん。あちらにちょっと違っちゃった。やっぱそうだ。福岡からね。博多の方からね。あ、福岡、博多じゃないのか。天神か。天神からね、出るんですね。なるほど。あ、そうか。JR 西日本のね、西鉄バスなんだ。だから天神なのかな。っていうことらしいです。で、先先っての方に行きましょうっていうのは、あ、ちょうど7月1日からだったんだ。じゃあ実行た、タイムリーなタイミングだったんですね。往復乗車券に商品券、お出かけ切符は、9000円なんだ。往復8000円に、あ、3000円分遊べて9000円になるっていう。あ、いいですね。こういうのいいですよね。
JR 東海も確か熊野の方から名古屋に遊びに行くのに、その、特急南急を使って来てくださいね、みたいなので、こんな切符が5000円分の確か宿がついてくるとかあったかな、っていうことなんですけどね。じゃない、なんだ、乗り合いタクシー運行。違うな。こいつかな、のろっちゃかな、いや、もっと安かったよな。なるほどね。電話の予約を、電話のことの利用者に。あ、タクシーの、乗り合い版みたいなので、なるほどね。こういうのいいですね。区域内なら300円で、市街地域600円。これ普通のタクシーだったら、片道で1000円、1500円とか、全然してきますからね。そうなってくると、地域の人として使うにはね、その、毎日の利用にはちょっと厳しくなりますけど、まあ、300円、600円とかで済むよっていうんだったらね、そういうことでね、ここのルートで基本走りますけど、言うといてくれたら、おじいちゃんおばあちゃん言うといてくれたら、家の前までもキュッと入ってきますんでね、みたいな、そういうようなサービスとか。なるほどな。あ、こういうのいいですね。これ、よくちょっと、免許返納とかね、そういったの促進っていうのでね、言ったら、こういった、やつを。これちょっとあれかな。ちょっと導入事例とか、ちょっと長門市のところから引っ張ってきて、四日市市の、陳情書あたりにちょっと開けてみるっていうのもありかもしれませんね。四日市か、ちょっとまさか、まさかとか結構、いわゆる、地方区域って、だからその市街地から離れた地域が広いんで、四日市って言うてそんなに、その市の面積が広くないですからね。ああ、ちょっとまさかのところとかにちょっと提案してみようかな。どうです？こんな分野って。うん。似たようなことはなんか、やってたと思う。まさかもね、あったのはあったと思うんですけど、ルートを走るパターンで、こういった家の前に寄ってくるようなことはやってないんじゃなかったっけな。どうなんだろう。うん、ちょっと、それあたりもちょっと、的なところとかどうなってもちょっと気になるね。これちょっと保存しとこう。こうやってね、脇道に添えまくってきますからね、うちのところは怖いですね。次の、長門市 JR バス時刻表。バス、選択地。あ、これのね、あれだ。バス会社さんごとに分けてるんじゃなくて、もう同じエリアを走るやつは、分かりやすいな、これ。今言っとった棒、止まっとったのが棒状バスですね。で、別で三連バスっていうのが走っとって、うちが乗ったのはこのね、ブルーラインっていうやつなんですよね。その、全部、別の会社さんのやつが、同じ行き先のやつは並行して見れるっていうのはすっげえありがたいですね。へー。これ便利だな。長門市いいですね。こういう取り込み。いろいろと結構、進んでるというか、わかりやすいようなシステムになってますね。で、そう、こんな感じで、三連とかブルー、やつは、これ、千座キッチンから長門市駅行くのに、なんかここら辺全部すっ飛ばしてますよね。千座キッチン出て、ストーンと言って、もう10分ぐらいかな。10分もかかってないね。17分、あ、違う、違う。あ、ここがここですもんね。そんなにすぐ着く。2分で着くんだ。13時48分で、仙崎駅前だもんね。そうだ、2分で着く。長門市駅ですから、こっちですね。で、三連とか、普通の、これがいいよっていうおすすめされとったのは、この17分とかに出て、23分に、15分にここ出て、10分経ってないしね。8分ぐらいで着くんだ。三連さんとか、傍聴さんも、あ、もっと早い。4分、6分で着くっていうようなね、感じになってますね。キッチンとかね。長門市駅まで。で、うちが乗ったのは、こっちの方なんですね。千崎っていうから、そう、千崎駅前には一回寄って、そこから、
こっちの方ですね、図書館前の方に入っていかずに、まず水産公園のこっちの方をずっと寄っていくという、で長門病院に富士の長門店というところがあって、そことかぐるっと回って、そうで長門市駅の、ね、南口っていうところについてまた後で、ね、詳しくやりますと、ここで降りちゃおうかなと思ったら、もう駅前まで行った方がいいですので忘れてもらって、とかっていうやり取りとかあってっていうので、なんでこっちだと、48分に出て、そうですね、7分なんで、まあ20分近くね、かかりますよっていうと、まあ、その時の、便は、これから13時48分、もっと後のやつだと思うんで、そうですね、まあちょっと別のやつになってくるやつなんですけど、まあいいか。ここで時間取っても仕方ない。まあ、とはいえ、ルートはこういう感じのルートにしようってことですね。ルート、路線図。これですから。あ、そうだ、これで見たらいいじゃん。よいしょ、こんな感じでですね。よし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 。これ便利じゃん。センザキッチンがあって、普通はストーンとそのままセンザキ駅取って、ストーンと中戸駅の駅前までね、行きますよ。まあ、路線バス的にはそのままずっとまだいろんなところに行くんですけど。で、うちが乗ったのは、これですね。この青いやつかな。青いやつで、普通はこんな感じで、仙崎駅前までストーンと行くんですけど、仙崎駅前から、はい、そう、仙崎キッチンから仙崎駅前に出たら、そのままスッと駅の方に行くんじゃなくて、こんな感じで、この青いこっちの線ですね。ぐるーっと回って、夢マークとかいろいろとぐるっと回って、長門病院寄って、また、こっちの方戻って、あ、夢マート、こっちかな。富士長門、富士長門店寄って、あれ、こっちの濃い青の方かな。いや、濃い青は、あ、ブルーライン市内新幹線。あ、多分こっちの、すいません。水色の方じゃねえや。水色の方じゃなくて、こっちですね。白方。こっち通るやつかな？うん。あ、確か岡田病院前も寄りましたからね。こっちから、こっちから回ったっけ？あ、こっちから回って、いや、こんな感じで行ったよな。こんな感じで行ったな。うん。っていうことで、まぁ、ちょっと覚えてる範囲で行きます。ちょっと、まぁ、駅はね、プラプラするような感覚で、20分経ってんじゃん！何やってんの？びっくり。途中カットしてるから多分、編集的には15分ぐらいにはなってると思いますけど。まあ、とりあえずちょっと見ていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、浜屋さんとかがあって、ここのところを曲がっていくと、まあ、この辺りは、あ、でもここは歩いてないのか。ドーンと出て、あ、このね、長門山連絡地っていうのがこの辺り、あ、三連絡地ね。この辺りではメインみたいですね。で、ずっとドーンとやってきたら、仙崎駅ですね。やってきました。まあ、ここはね、駅前いろいろと歩いてみてたんで、あれだと思いますけど。こんなね、そうや、1号ポストもあるんですね。しょ。という感じでね。なってますよ、と。で、こんな感じで、みすずさんのね、やつもあってっていうのは、まあ、この辺りはね、もう全部やってますし、あ、バス待ってる人いますね。っていうような。んで、ここ出てから、普通はこっちの方ね、ストーンと行って、街道の方出て、行くところなんですけど、あ、今回のやつもね、こっちに曲がるのは曲がるな。で、このまま真っ直ぐ行くんですけど、このエネオスのところね、こっちに曲がっていくんですわ。うん、あ、ここ曲がるんや、と思って、あ、ここの、仙崎線のね、踏切、渡ってね、行くって形で。ここからもう、あれなんですね、駅のやつ、あ、もう、11分とかより、見えるんですね。なるほどね。これは仙崎線の、やつですね。まあ、正確には、山陰本線仙崎支線というふうになるみたいですね。
これが1路線じゃなくても山陰本線の支線という扱いみたいです。まあまあ、和田岬線とかも確かそういうような扱いだったのかな。他にも支線になっているところはいろいろとありますよね。うん、比較的JR 西日本は多いんじゃないかな、ね、いい気もします。JR 東海だと、美濃太田でしたっけ、あ、美濃赤坂だ。美濃赤坂のところの、JR 東海道本線赤坂支線とかがありますね。よいしょ。で、ここからこっちだったっけな。入っていって、ストーンって行くじゃない。まあ、これあたりも、まあ、ザ・下町ですよね。普通に、あ、そうだ。シャジ糸がある。なんか、ここの看板を覚えてるから、こっちのルートで当てると思います。普通に走ってたらね、観光できた時にこういう道走りませんからね。と思いながらね。公衆電話なんかもありますね。これは何？ああ、ずっと、あれですね。で、ずっとずっと行きますよ。まあ、これ多分、こっち向けに走ってる車に撮ってるんだと思いますけど。ちょっと時系列とか、ちょっと逆にやってます。まあ、そんなに気にならないけどね。ここは小学校。あ、いや、これが水産高校かな。なんだったっけ、正式名。あ、これですね。大津緑葉高等学校、緑葉高等学校の、水産校舎ですね。うん。これが水産高校前のあるところだったかな。で、ここから曲がったっけな、ちょっと待ってよ。あ、そうですね、ここにバス停がありますもんね。どこにバス停あるんだ、これ。あ、これだ、これだ。ちょっくりやりますけどね。まあ、ここはでも学生さん授業があるわけですから。こんな感じですね。水産校舎から。反対側は洗濯機ってなっておって。そう、2系統であるわけですね。なるほどね。はいはいはい。なるほどね。あ、これ洗濯機に行く方だけですね。反対側はもうバス停があるはずなんだけど、そこにあるね。よいしょ。おお、だからここからだとちょっとわかんねえな。裏側に書いてあるパターンですね。なるほど。うん。で、ここから、どういったっけな。図書館に、トンと入っていかないといけないから、折り曲がってますね。曲がったな。よし。こっちの方向を、こう曲がっていくって感じです。まあまあ、間違ったところでね、放送時間が伸びていくだけですけどね。さあ、ということでね、まあこんな感じで、まあこの辺りは、もうちょっと行くと商業施設があるんですけど、まあ、住宅街って方ですね。あ、そうそう、ちょっとこの辺りが見えてきたら、コスモスと見えてきたら、ちょっと商業施設がバーッと出てくると。で、あ、ここで今、私立図書館とかに行くのが向こうの方にあるっていう。で、これも、そこで曲がっていったっけな。
ちょっとルート違うか。夢マート寄った気がするんだよな。ここに夢マートがあってね。まあ、こっちの方だとね、大きい勢力ですね、夢マートは。これで、こんなところから来とる来てないよな。全然把握できてなかったですね。まあ、どっちにしろこの夢マート、なんかこの方は、あ、帰り回ったんか。で、そっか、先にここを曲がってね、こっちの中に入ってきますよっていうルートだったかな。そう、入ると、こんな感じで、大きい建物がボーッと出てきて、これはね、ミュージアム、文化会館みたいな、あれになってるのかな。大きいのがありましたね。で、この辺りとかめちゃめちゃ綺麗ですね。な感じであって。で、車のバス停は、ここに図書館が確かあって、まず図書館に寄ってたと思うんだよな。ここかな？そうですね。ここが図書館ですね。で、ここの図書館も真ん前まで入ってってね、そのまま乗降ができます。ここに確かバス停、これがね、バス停だったはずです。で、そのまま乗降ができて、図書館もね、こんな感じで便利に使えますよと。で、図書館からはこっち行ったっけ？こっちは来てないな。そのまままた折り返して、ちょっとくねくねくねとね、行ったり来たりがあるんですよね。でもこんなね、バス乗ってないとね、こんなね、なんか綺麗な建物とか見れませんでしたからね。こんなところにこんなんがあるんやってね。うん。こういう発見があるのいいですよね、こういう。バスって、またこういう、地域に根ざした動きがあるんで、また鉄道とは違う趣があっていいですよね。よいしょ。で、こっから先だ。ここだけスッと寄って、で、次に夢マートに寄ったのか。夢マート寄って、夢マートは多分真ん前ですけどね、中にまで入っていかなかった。夢マートは入ってなくて、で、こっからストーンとしばらく、道なりに走っていくと、こっからね、からまた、富士の方に入ってくるんだから。あ、ここに入ってかないといけないんだ。だから、行き過ぎてる。さっきの交差点を曲がるんだ。ここをね、さらに曲がっていくと。そうするとね、この富士が現れるわけですね。で、ここからストンと入るんじゃなくて、これね、確かにぐるーっと回ってたんですよ。ぐるーっと回って、そう、富士が出てくる。富士が出てきて、この富士も中入ってくるんですよね。こなんかストーンと入ってきて、多分これのやつはここまでしか入れないかな。なんですけど、この奥のところに、ここにね、バス停があって、ここの中に入ってね、で、ロータリーなどってまたぐるーっと出てくるっていう感じで、もう本当に、富士の建物の真ん前まで行けるっていうのはね、あ、いいなーって、こういうね、バスでも、小回りの効くね、ブルーバスって、乗り合いバス、乗り合いバスは、なんて、マイクロバスね、なんでね、こういったところ結構小回り効かしてくれるのはいいなと思いますね。で、こっからまたこっちの方に一回行って、ここ曲がるんだったっけな。あ、ここだ。JA の長門病院っていうのが現れるんですよ。で、ここのところで、こんな感じ。で、ここもロータリーで真ん前につけて、で、また、これがバス停だったかな。ぐるーっと回って、バス停があって、そこに、で、乗り降りできますって。ここはやっぱ結構利用する方多かったですね。うん。で、またこっちの方に戻っていくんですけど、ちょっと気になっとったところがあったんですよね。どこだったっけな。あ、ここだ。
ここでバス停止まってたらね、これ今、シャッターが降りてますけどね、ここね、バイク屋さんなのかな、まあ、車の修理もやってるのかな、出てる。スズキってなってます。めちゃくちゃホンダの看板が出てるけど、ホンダのウィンクになってますけど、スズキってなってますけど、どってなんだろう、ちょっと、あれですけど、よくやってるのかな。それか、ホンダのやつをやってる鈴木さんなのかな。行った時はね、ちょうどここのガレージが空いとってる、ね。なんかね、結構懐かしいバイクとかがいろいろと止まっとった記憶があります。と思いながらね、ちょっと見てましたね。なんかクラシックカーとかもあった気がするな。っていうようなところがあって、で、そこからまたこう戻ってくると。で、今度の富士は、そうだ。一人あれだ、富士の中まで行きますって、これ行きませんよみたいなやりとりとかやってましたね。そう、これは富士から入ってきて、病院からはこのまま富士はもうまんまに行っちゃうんですよ。2回中に入らないっていう行動、ムーブで。で、このままズドーンと行って、こっからどう行ったっけなぁ。まっすぐ、このまままっすぐ行ったか。まっすぐ行ったわ。まっすぐ行って、ちょうどバスをやってきてますけど、これは、日の丸交通ですね。なるほど。で、曲がらずにそのまま行ったような、そうだ、ジョイフルあるもん。ジョイフルがあって、そのままズドンと行くと、駅に行くにはこっちの方が近いみたいですね。走って行って、この辺りもね、いくつかバス停あったはずですよね。ここかな？山田電機。で、ここの交差点で、今こっち側に入っちゃってますけど、まあな、あれの映像なんでね。ここからこっちに、ちょっと曲がってるな。玉ねぎ、ここだったと思うんだけどな。そうだ、そうだ、春屋。春屋書店があったんで、ここだ。これ、春屋書店。これ、開けるに、やって、ので春屋って書いてあって。なんで、この春屋書店知ってるかっていうと、愛媛にもあるんですよね。で、新居浜の、春屋書店、新居浜店だったかな、春屋書店、新居浜店っていうところで、水木奈々さんの、あれですね、一番最初の、ベストアルバム、ザ・ミュージアムを買いに行くっていう企画で、水木奈々さんのね、ベストアルバム発売記念で、水木奈々さんの聖地ね、新居浜のね、出身の方なんで、新居浜に行って、水木奈々さん要素を集めて、集めるという聖地巡礼、まあ、特にどこが聖地になったか知らずに、とりあえず新居浜に行くって言って、で、新居浜で CD を買おう、行ったら、きっと水木奈々さんの CD がたくさん売ってるはずだから、よし、じゃあ新居浜で買おうって言ってね、行ってみたらね、もう CD の発売を読みちゃってるところばっかして、どこでも買えなくて、ツタヤ寄ってもダメで、あれってなってしまってね。で、最後夜、もう日も暮れてから、春屋書店というところを見つけて、お、CD の文字があるって言って、行った記憶がありますね。で、帰りはその奈々さんのベストアルバムを流しながら、またそこから弾丸で4回転目帰ってきたっていうね、懐かしい記憶があります。一部あれかな、YouTube の、ニコロリマアップロラかというか、2011年か12年頃のね、映像のアーカイブ版っていうのを一時期 ST088 かな、流してたのがあったんで、それ見てもらうとあるかなと思います。で、ここからが南側のロータリーですね。こんな感じで、駅の南側に一旦やっていきます。で、ここにもね、あって、南口があるんですけど、まあ、ここはここでね、いろんな車両がバーッと見ててね、これ峰線使ってるやつのラッピング車両かな。で、これは三線使ってる気配ね、っていう感じのところなんですけど、降りようかなと思ったら、ここからやと、実はこの跨線橋が相当長いらしくて、めちゃくちゃ大変で、渡ってからまた駅の、こっちの駅舎の方に、最初に駅前散歩始めたところですね、に行かないといけないので、ちょっと大変だから、もうこのまま乗っとったら料金一緒やから、もう乗っとったらいいよって教えてもらって、じゃあそうしますって言って、乗ったまんま行って、
またここのとこ、このあたりにもね、一つ、あ、この、なんだっけ、ウェーブ前ってのがあって、ここで、あ、バス停、ここで、もう止まって、で、あ、そうそうそう、これ、ブルーライクイートだ。これに乗ってまさにこんな感じでこう曲がっていったんですよ。これで合ってるのはこっち曲がっていくんだ。よほー、奇跡的。奇跡起こりましたね。で、次が、こっちの方に入っていったかな。こっちに入って、で、そうすると、ここ、あ、ここだ、ここ曲がった。ここ曲がって、そう。で、古戦の橋を渡っていくんですよ。山とかあって、そう、ここもね、そう、渡ったところの感じがね、結構ね、まあ、バスの高さから見るとね、またね、いい感じでしたよ。ほぼ、これよりちょっと高いかなぐらいでね、ちょうどここのところをわーっと見えるんでね、駅の電波が。で、結構これ、横に広い、留置線とかも結構多い駅なんで、結構ここのね、からの眺め、良かったです。で、渡り終わって、そう、ここ渡ってるときに、あ、そっか、病院の前に、あれがあるなと思い出して。郵便局。で、お土産とか持って、荷物パンパンだったじゃないですか。あ、そういや、あれ、郵便局寄るんやったら、病院前の方がいいですかって聞いたら、ああ、郵便局寄るんやったら、もう、病院前もう目の前ですよ、って教えてもらって。あ、じゃあ、すみません、そっちにおります、っていう話をしとって、ちょうどこの、郵便局があって、バス停がこの病院前で止まるようやつなのかな、この家田病院、あ、違う、岡田病院前で、バス停がここ。もうこのね、まあ、一画面で収まるところにバス停があって。ということで、ここで降りましたっていう旅です。まあこれね、まあ、旅路をね、急いでね、行く分にはね、それはストンと行くバスのものが便利なんですけど、こういったコミュニティバスにいろいろと回ると、あ、こういうところにこういうところがあって、あ、そっか、今度車で行った時があれですから、あ、ここに富士があって、富士と夢タウンとかこんな感じにあるから、こっちの方に行くときは、とりあえず、ショッピングとかもね、できるし、で、旅行の方行ったらね、そっちの方で土産物とかも買えるし、って言って、結構いろいろとちゃんと、システマチックになってるのがね、観光となんか、生活拠点の両立がうまいことできてるなっていうので、あ、こういう、いい街やなというふうにね、改めて思って、降りて。で、ここからね、郵便局によって荷物の発送をかけるっていう、それ、ちょうどここにあったりします。ちょっと住所が書いてあるんで、隠しになりますけど、こんな感じでね、送ってきたのがありまして。よく見えるかな？あと写真撮っとくかな？長戸から送ったりとかね、印紙貼ってもらってね、送ってもらいましたよっていうのが、ありました。箱どうしたんやって思うかもしれないけど、この箱を郵便局で売ってるんで、別に箱フリーで行っていいんですよ。で、行ってね、あ、すいません、箱をくださいって、言ったら、いくらだったっけな？ちょっと料金また、変わってると思うんでね、120円ぐらいだったかな、100円か200円、200円あればまあ買えます。なんで、それでね、もう郵便局行って箱くださいって言って箱もらったら、もうそのまま簡単に組み立て出ますし、全然サービスで、ガムテープとか全部ね、用意してくれてますんで、自分で持っとく必要ないんで、それこそ送りたい荷物だけ持ってハンズフリーで行ってね。ただ、割れ物とかの場合はね、クッションとかも入れないといけないんですけど、まあ、今回の場合はね、そんなでも大丈夫なんで、いざとなったら、うちの場合はその、衣類、古着もこの中に入れてね、その1日目と2日目、で、ね、出た古い、着終わったね、服を、それを緩衝材に入れてね、両隅に入れて、それで真ん中にね、いろいろと物を入れてとかっていうような工夫してね、それでね、荷物をスキーしていきましたよってことですけど、まあ、そこら辺はね、またカメラ回しながら喋ってると思うんで、本編の方で見ていただければと思います。ということでね、この動画は、これぐらいで、で、また本編とか、まあ、これも一応本編の中に出てるかな、あ、補足にしてるかな、っていう形になってると思いますけどね。ということで、また明日からね、本編の方に入ってきますよという形なんで、そちらの方もお楽しみいただければと思います。
ということでね、この動画は以上で、終了しますね。また引き続きね、このまままたここからね、長い鳥取に向かってくる旅かで、またこれがどうなるのかというのもね、楽しみなところですんでね、久しぶりにあの、前枠は頭枠をやってた頃を思い出しますね、こういう風にして、次回、お楽しみ。よろしくお願いします。じゃあ、この動画で、ね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。